ロシアのプーチン大統領がアフリカ7カ国の首脳らと会談しウクライナ側が対話を拒否していると主張しましたプーチン大統領は17日和平仲介のためにロシアを訪れた南アフリカのラマポーザ大統領などアフリカ7カ国の首脳らとサンクトペテルブルクで会談しましたプーチン氏はロシアは対話にオープンだと主張し 我々ではなくウクライナがいかなる交渉もしないと発表したさらにウクライナ大統領は交渉を禁止する法令に署名したと述べましたウクライナのゼレンスキー大統領は去年10月ウクライナ東部4州についてロシアが一方的に併合を宣言したことを受けロシアと交渉する用意はあるがプーチン氏とは無理だと明言し プーチン氏との停戦交渉は不可能だとする法令に署名していますまたゼレンスキー氏は停戦交渉はロシア軍が占領地域から撤退した後に可能になるとの立場を繰り返し強調しています